前半0対0というのはアウェーで戦うということを考えれば本当にまずまずといったものだったかもしれませんね。さあひときわ歓声が大きくなってグループ F 開幕戦の後半が始まりました。後半は左から右に攻めていく名古屋です。吉村から小川へ、ここで奪い返します。この辺がやっぱりね、はい、ちょこっとしたトラップミスを見逃さないですもんね。寄せ早いですよ。そして今度はサイド、前半と同じようにまず右サイドに展開をしてきました。甲州低いボール入ってきます。トゥーリオのクリア、クリアボールを拾ったのは甲州ですが、ここはラインを割りました。右サイド、名古屋にとってのこの阿部のいる左サイドでもあります12番の陳龍源を積極的に使ってくるシーンが目立ちました。今度は名古屋、藤本ワンタッチで逆サイドへ金崎に通る。横に玉田がいます。ケネディもいます。外を田中ハイマが回る。金崎キープ、田中ハイマ入れてきた。ケネディが勝負挑む。藤本のボール、マスカワ、ケネディ、マスカワとつながっていきました。90分の戦いの中でまもなく全体の60分も経過しようとしています。本当にこれからの30分、勝負どころ、勝負を決める時間帯にいよいよゲームは入ろうとしています。吉村が奪いました。藤本、玉田、パスがつながりだした。つながっていく、細かくパスをつなぎます。右サイド、田中ハイマが上がってきました。前には金崎、中に4人だ。フリーだ、ケネディ、シュートだ。パスがしかしつながってきました ね。 そうですね。12番ミッドフィルダーの陳龍源に代えて20番の波力投入してきます。これが名古屋の後半 の、 あの最初のシュートのシーンです。そのままグラタのボール入ってくる、キープする、入れてきた、決められてしまいました。先制したのは中国の甲州、エースラミレスのゴールです。後半15分、ましたね。変わって入ったばかりの波力が粘ってラミレスにボールを入れていきました。しかし波力のね、はい、振り向きざの、あのアシストの前のプレーですよね。あのサイドでね、はい、1対1のあの迫力はすごかったですね。ここで奪われた。マシエロ、サイドを見てボールをつないでシュートまで来ました。最後は6番の大須がシュートを放ってきました。勢いが出てきたのは甲州、守る名古屋、また打ってきます。追いかける名古屋です。トゥーリオ、マスカワ、それからケネディがもちろんペナルティースポット中にいます。金崎、玉田がいます。キッカー藤本、マスカワ、マスカワのヘディングは左、5番のトイとの競り合い、弾き飛ばすような形で競り勝っていきました。18番永井健介がいよいよプロデビュー戦、しかもチャンピオンズリーグ1点ビハインドという状況でピッチに入りました。16番のハン・ギョウトを甲州は用意をしています。中村、阿部、阿部のロングシュートになりました。ファンブル仕掛けましたけれども強波がよく抑えました。
どうでしょうか、攻撃的なマシエロでしたけれども、あるいは守備的な中盤に入れるのか、ね、はい、どうしてくるのか、そちらの方が強いんじゃないでしょうかね、はい、前線にはラミレスとハリョクという2人がいる広州です。名古屋ボール、永井が前線に走っています。ただ阿部に対してハリョクがプレッシャーをかけました。阿部のファールを取られます。ハリョクって選手は元気ありますね。21歳です。ロンドンオリンピックを目指す中国代表でもあります。あ、そして今イエローカードが出されました。阿部に対してアブドゥル・ガフマン主審がイエローカードを出しています。名古屋グランパスはこれが1枚目のイエローカードです。競り合っていった玉田、こちらは広州ベンチです。ゴ・キンキ監督、1点をリードしているのは中国の広州、追いかける J リーグチャンピオン名古屋。玉田から裏に永井がいる。永井のヘディングです。センターバックの千代丹田をここで3人目の選手交代として名古屋グランパスは使ってきました。ホームのサポーターの大歓声、守る名古屋、ラミレスを徹底して目指してきました。ハッグオートのシュートは外れています。つなぐ攻守、ワンタッチ、ラミレスがここでキープをします。前を向く、そしてハリョク、このゴール。狙ってますね、落としてますね。アウェーの異様な雰囲気の中で始まった J リーグチャンピオン名古屋と中国広州の一戦。あ、奪われる。勢い衰えません。広州ボールをキープするのは9番ラミレス。ラミレスからつないでいってシュートまで持ってきた。途中交代で入っていますがセンターバックの28番、ゴイが最後はシュートを打っていきました。目安3分台に突入します。名古屋に残された時間はほとんどありません。大歓声の中試合が終わりました。アウェーに乗り込んだ名古屋グランパス、初戦黒星発進。 J リーグチャンピオン名古屋グランパス、グループ F の開幕戦中国スーパーリーグの広州に2対0敗れました。そしてストイコビッチ監督の姿が映りました。はい、名古屋グランパスドラガンストイコビッチ監督お越しいただきました。アウェーで非常に厳しいスタートとなりましたから、今日の試合いかがでしたでしょうか。Too far away to win. We didn't play enough with aggressivity, and the home team show us how they should play and aggressive way.So we cannot win with our play like today. まあ、あの負けたという一言ですよね。まあ、アグレッシブさという部分では我々も負けていたと思います。まあ、ホームのチームこちらの方があのホームなりの戦い方をして激しくやってきた。そういう相手に対しては今日はあの勝つことができなかったということです。で中東勢との戦いです。厳しい戦いになると思いますが、次節への意気込みと ACL への最終目標を教えてください。 My expectation is to win the game because it will be very important to get the 3 points after the defeat tonight. So we
hope and I hope personally that we can do it. But we have to change our mind, we have to change our mentality. We have to be more aggressive because without aggressivity we cannot win.そうですね、まあ、もちろん今日敗戦し負けてますので、やはり勝ち点3というのは欲しいですね。絶対に勝ちたいです。ただそれをするにはやはり我々のメンタリティ、考え方を変えていかなきゃいけない。やはり激しさ、アグレッシブさというのを出していかなきゃいけないと思います。ありがとうございました。ドラガンストイコビッチ監督でした。